研究所に入ったというところですね。ようやくね。ああ、これがあれか、石なんだ。なるほどね。なんかわかんないけど、これがやってたらしい。ここでダチュラは何を調べてどこに向かったのかっていうことが得られるんじゃないかなと思ってますが、内部の作りとしてはだいぶ木製だからフレンドの手が加わってるようにも見えるなね。これがあれか、宇宙船の数 2？ これが6なんでしょう。で、ここはただ飛んでくる場所なんで、あんまり、あそこだね。研究所の、あの真ん中にまだ行けてない。これだ、収集車。全く分かんない収集車という物体。これは銀河を股にかける大事件だった。銀河の反対側にはある惑星が存在する。水によって無害化される。これは侵略者の話とは違うのかい。これ茨、あ、茨のこの茨そのもののことを、いや、収集者と呼んでる。なんだ、侵略者の話かな。水で弱いっていうのもその特徴だった気がする。だ、ダチュラは観測に成功したんだけど、まあ、一人者だったので他の人たちを助けることもできなかったよみたいな。こう、何これ、宇宙服。骨もないもんね。これで惑星 A 系を見てたのね。太陽系。おお、これね。
これが内側で、あ、いる。これがダチュラかな。双子星からワープを手に入れて立ち去る。うん。話自体は分かったよって感じ。いや、ちゃんとは分かってないけど、相変わらずその時系列で並べたりストーリーを追ってかないと、ちゃんとまだ完全に腹の中には落ちてないけどね。なんかフレンドとなんで喧嘩したのかまだ読み解けてない。ね、双子製であれを取れっていうのは、まあその侵略者が爆発するまでの話だから、今やるミッションではないような気はするんで、ここから何やろうね。フレンドにもあったダチュラの亡骸も見つけた。あとはだよね、できない。これそれでどうする、それでどうする。エンディングあるのかな。記録見てやるべきことみたいなのがなければ終わりなのかな。マジ？マジ？ちょっと待てよ。このニューゲームでパスワードとか書いてない。書いてないじゃなかったっけ。このニューゲームでそこはやってないぞ。うえー、マジ。いや、やるのか。
一連のやつやんのか。ちょっと待ってよ、母船を見つけてないぜ、そもそも。やばいぞ。あ、だよな、なんかこの辺の茨の母船を見つけてないね、俺。それを見つけて、まあ、行くかって感じなので、まあ、宇宙の目行くまでの道中はじゃあカットしましょうか。あの、エンディングの例のあれをやります。ってことで。いろいろフラグ立てたりなんかいろいろやってきます。宇宙の目に来たところです。ここまでやってて宇宙の目に行けって言われたんだっけっていうのがちょっとうろ覚えで怖いんだけど、でもこれでとにかくエンディングで他の人たちにも会えるわけだから、まあそこでどういう感じになるかだよね。フレンドとダチュラと、あとはあの裏切り者じゃない、あの閉じ込められてた一人、あの辺が全員一堂に会して何かできるかなという感じ。だちょっと怖いのはこのデータって、全てのアウターワイルズと出会ってるわけではないというデータなので、もしかしたら、セリフのあるはずの人がいない。いや、だってさ、ソラナムあったんだっけ、このデータ。ソラナム会ってない可能性ある。だとしたら中途半端なエンディングになる可能性はある。それはもうしゃあないです、すみません。セーブデータ全部消しちゃったのが悪い。あ、誰に会ってんのかな私。少なくとも今回のステージだから、ソラナムだけがちょっと怖いな。ソラナムだけは出会ってた方がいい気がするんだよな、娘だし。あそこから行かないとダメか。あそこね。あの宇宙の目についてもなんか意見が割れてるのかな。
あれ、月もやられちゃったの？ちょっとやはりわかんないな、最後。最後何が起きてるのかわかんないんだよな。これは本編も同じ。文章を読み飛ばす癖は何とかしないといけないね。このゲーム性と、ゲーム性がな、時間制限がある中で文章を読みなさいっていうゲーム性だからしゃあないんだよな。なんか一人だけ逃げたみたいなことできてるのかな？なんでだろう？わかんない。この辺は、考察とか込みで、保管しないと私にはわからん。なんかゲームの話をしよう。ストーリーじゃなくて。ゲーム自体は、本編のアウターワイルズをやった時と同じような、あ、そうなるんだ、みたいな面白さがあって楽しかった。爆発があまりにも難易度高いので、ちょっとそれを2回以上強制するのは良くないんじゃないかな。なんか、アウターワイルズのさ、その良くない暗黒アクションゲームみたいな、その要素をもっとでも入れちゃったみたいな感じがして、もうちょっと手心があってもよかったのではないだろうかとは思う。あとは裏の世界、自分が引っかかった場所で言うと、本当に裏の世界に入ってそこで何をやるのかが分かんなかったんだよね。なんであそこに降りるエレベーターを用意しちゃったんだろうかっていうのが分からない。あれがあると降りて何かをするんだろうなみたいな。特に裏の世界にダチュラが入って街の真ん中の穴の中に入っていったらみたいなストーリーがあったけどさ、あれは結局フレーバーだったんだよね。ダチュラが迷い込んで入って脱出してきて、もう二度とここに来てはいけないみたいなストーリーのために言ってたんだけど、それを私はあそこへもう一回行かないとヒントもらえないんかもなみたいな感じで読み取っちゃったのがちょっと良くなかった。あ、探索記録にそこは載ってなかったから結局勘違いではあるんだけど、いや、あそこね、エレベーターがなければそういう勘違いも起きなかったよね。あの小屋だけで完結していればよかったのに、なぜ降りれるようにしたのかわからないとかはあったけど、いや、面白かったのは茨をテーマにしたっていうところがとにかく面白くて、今まではずっとこうできるだけ触れないようにしてきた茨という空間、惑星をちゃんと一つの惑星として、北極南極赤道上にいろいろなものを置いていきましょうねっていう楽しさがあったね。トータル面白かったかな。あのザ・ビジョンをやるよりはもう普通にアウトサイダーだけやってもいいっていうぐらい面白い。モッドに関してはそれ以外のアウターワイルズのモッドはあまり詳しくないんだけど、とりあえず自分が知ってる中では一番面白いんじゃないかな。本編 DLC が終わってからアウトサイダーっていう三本柱みたいな感じで考えても良いのではないでしょうかと思いました。ストーリーに関してはこれからいろんなものを見てまた保管していこうと思います。というわけでお疲れ様でした。